い感じで見てましたね。4安打打っているこの城島。三遊間だ、ショート深いところ一塁を送るぞ。ファインプレー、ファインプレー、ショート小坂のファインプレーです。城島も懸命に走りました。さすがですね、ファインプレーですね、超ファインプレーですね、はい、今日はショート小坂、いい足の運びです。ツーアウト、先頭バッターの高木、三遊間、ショートには小坂がいます。清水踏んでいる、ダブルプレイ、ナイスプレーでした。先ほどのダブルプレー出ましたね。これですね、はい、ベースを踏んで、そしてランナーを、の4球目です。神田ショートの右、小坂追いつく、ハーフバウンドすくい上げ、高いバウンド、面白いところだ、あー一塁は、あーボールはこぼれている、ショートバックアップして一塁に投げた、アウト、アウトになりました。求められるチーム目立ちますね。そうですね、小坂、これもいいプレーだ、ファインプレー、三遊間深いところだ、小坂から福浦へ送られて間に合わない、水口のあたり、あと一歩で内野安打というところでもあったんですが、残念ながら三塁ランナー残塁です。近鉄小坂が深いところからよく一塁へ送球しました。いい動き、いい肩してますよね、はい、3回の裏近鉄ランナー出したんですが無得点、序盤3回を終了しています大阪ドームです。どうかな、いいところにいる小坂、ナイスプレーだ、スリーアウト、インサイド弾いている、小坂間に合った、ナイスプレーだ。水正海です。合わせただけのバッティングですが、ショート小坂ナイスプレー、抜けるような当たりだったんですが、小坂がショートジャンプ、小坂ナイスキャッチ、センターへ、どうだ、飛びついた、ベースに駆け込んだ小坂、小坂の方が一瞬早かったが抜けたかと思いましたが、小坂がボールを取ってセカンドキャンバスをそのまま踏みました。試合終了。ショート右横、小坂取っています。ファインプレイ、吉野が打席に入ります。高橋の打球はショートの小坂追いつく、さあ一塁へ、どうだ、どっちが早いか、小坂の肩が勝ちました。見せてくれますね、さすがに小坂です。3回の表オールセントラル1点加えました。2対0とオールセントラルがリードしています。先ほどのオールパシフィックショート小坂のこの守備、素晴らしいプレーですよ、本当にね、あれ何度もなく手を伸ばし取ってるように見えます。阪神の選手に会えるのが楽しみだという話をしていましたが、どうだこの当たり、小坂ファンブル、下一塁のキックアウト、高いバウンド、ショートの小坂よく取った、ファインプレー、ピッチャーの上、ショート小坂ベースを踏んで、それから一塁へ、こんなところにショートがいました。セカンドキャンバス右への守り、ショートの小坂よく取った、二塁アウト、小坂が抜けそうな打球よく取りました。素晴らしいプレーです。ビッグプレーですね、素晴らしいですね今のは。城島もこれは抜けたかというような思ったと思いますが、小坂が身を挺してまさに取りました。ツーアウト三塁一塁です。勝ち越しのランナーは二塁には進んでいません。バットの先です、小坂が出てくる、マリーンズ勝利、小坂の守備で小林正秀をよく助けました。大英ホークス再びマジック消滅。ピッチャー返し、ショートの右、小坂追いついた、はい、一塁へ、はい、小坂うまい、ピッチャーじゃないですよね、
さあここは打ち取ったが、しかし面白い当たりになった小坂、一塁アウト、打ち上げました小坂か、うん、ショートも追いかけてきましたが、小坂が最後は取っています。ショート引っ掛けました、ショート小坂がここまで来て